通常の仕事が11月の半ば過ぎからは始まりますからその前にあの大筋については枠組みを決めるとこういうようなことで今後、作業を進めていきたいとまた公明党が対象品目を種類を除く飲食料品と主張していることについて 軽減税率による減収で社会保障の充実分を減らすという政治状況にはないと述べ絞り込むべきだという考えを示しましたさらに事業者の経理負担に関して公明党が提案している商品の税率ごとに区分して記録する方式について1年で導入することは極めて難しいと否定的な考えを示しました